ついに。ポケモン SV 発売だー。うおー。おっと自己紹介遅れました。プレイ担当のゆっくり霊夢です。ガヤ担当のゆっくりマリサだぜ。今回からポケモンスカーレット、オリバの縛りで実況していきます。ではまずはキャラクタークリエイトから。待て、なんだその、折り紙縛り、で、急に道の単語を出すなよびっくりするだろ。おっと、マリサには説明してなかったわね。説明役のウプ主、カモン。こんにちはウプ主です。ちょっと待てー。なんだなんだ。ノブの生まれ変わりか？ノブの生まれ変わりじゃねえし、そもそもノブさんは生きてるよ。一旦流れを整理するぞ。まずお前はなんだ？こんにちはウプ主です。そうじゃなくて、なんで実写なんだよ。ウプ主は現実世界の生き物だからね。いや、ゆっくり実況のウプ主って、普通は可愛らしい立ち絵とか使うものだろ。なんで急に実写の人間が画面に映るんだよ。うちのチャンネルはありのまま自然体を見せるのが信条。そんな方針あったっけ？視聴者には裏事情も包み隠さず見せていくよ。だから立ち絵もありのままの写真を使うってことか？そういうこと。真っ当な理由があるならしょうがない。のか？あれ？でもウプ主。立ち絵描くの面倒いからもう写真でいいやって言ってなかった？バカバカ、そこは言ったらダメなやつ。で、折り紙縛りってなんだよ。はい、説明いたします。折り紙縛りは要するに捕まえたポケモンを全部折り紙で作るという縛りです。折り紙で？そう、折り方も含めて自殺していくよ。ウプ主は折り紙作家だからね。なるほど、そういうことか。ただ、御三家一口でクリアしてもつまらないから、他にもこんな縛りを設けてます。進化後も作るんだな。もちろん。他にプレイに関する縛りはないけど、できれば野生でのレベル上げみたいな、簡単になりすぎるプレイはしないようにするつもりよ。大丈夫かよ。まあ、ある程度シリーズはプレイ済みだからね。タイプ相性とかはバッチリよ。というわけでキャラクリが終わりました。なんか不愛想な主人公だな。無感情がかっこいいと勘違いしてる男の子をイメージしました。12秒設定やめてやれや。ちなみに中学の頃のウプ主です。え、なんで今恥ずかしい過去が暴露されたの？お前が包み隠さない方針って言ってたからだろ。名前はステジアで。さあ、今作のポケモンはなんといってもオープンワールド。ゼルダのブレスオブザワイルドみたいに、目に映るところ全部いけるみたいね。最近はオープンワールド化するのも珍しくないけど、ポケモンほど相性が良さそうなゲームはなかなかないからな。楽しみだぜ。それに今まで通り新ポケモンやリージョンフォーム、新しいバトル要素と目白押しだからね。面白くないわけがなーい。と、ゲームの説明をしている裏では、シクシクとオープニングムービーが流れているわけですが、別にシクシクとはしてねえだろ。どうやら主人公が入学する学校の PV っぽいですね。オレンジアカデミーっていう私立学校みたいだな。今作の舞台パルデア地方は、スペインがモチーフみたいだから、学校もサグラダ・ファミリアのような豪華な建築となっています。学費が高そうですね。なんで急に現実見せてきた？ちょっと待って、校長がこんなイケオジで大丈夫？女子学生と怪しい関係になるサブストーリーとか出てこない？そんなゲームゼロ A で出せるわけないだろ。そしておなじみポケットモンスター縮めてポケモンの説明。ちなみにポケットモンスターは英語圏ではどしもネタらしいです。やっぱゼロ A のゲームじゃないかもしれない。おお、見たことないポケモンね。それに質感も今までにないくらい細かいな。本当ね、小さくてふわふわしてるし、火をつけたら5秒で燃え尽きそう。お前ってサイコパス検定1級だったりする？見て見て電流がいる。だからなんだよ。金銀ポケモンが全世代の中で一番好きなんだよね。そんなこと言ってたら世代バレるぞ。でも、ザシアンの方がもっと好きです。もう取り繕えないし、そのネタ20年前のだぞ。そんなことはさておき、これは授業の様子かな？チュートリアルとしてありそうだな。そしてこれはおそらくヘイベルハウスの授業中ね。ヘイベルハウスの授業ってなんだ？確かにちょっと似てるけど。これは、ケンタロス？え？ケンタロス？ちょっと太った？そこじゃねえだろ。こんなに真っ黒になって、松崎しげるも真っ青でしょ。真っ黒か真っ青かはっきりしろ。これもリージョンフォームってやつか。完全に黒毛ワグーになってるわね。ワグーではないけどな。こうやって既存のポケモンにも色々変化があるのは面白いところよね。事前情報だとウパーにもパルデアの姿があるみたいだし、他にもいるかもしれねえな。全然関係ないけど、ここ CM 感すごくない？わかるけども。このポケモンはパッケージのゴライドンだな。翼ないけど空飛べるんだね。まあ、ギャラドスでも空飛んでるぐらいだしな。確かにそうか。おおお、テンション上がってきた。これがパルデアの全体像か。ここ全部いけると思うとワクワクするぜ。ちょっと待って、今の鳥何？わかんねえけど新ポケだろうな。わからないんでとりあえずツバクロウと呼びましょう。わからないけど多分やめた方がいいと思う。うおお、ケンタロスの群れ。先頭にはサトシくんがいるんでしょうか。そういえばそんなのもあったな。ていうかコライドンはどこに向かってるんだろうね。なんかぶつかりそうでヒヤヒヤするな。フラミンゴの群れだ。現実のフラミンゴそっくりだな。ちなみにフラミンゴが赤いのは餌が赤いかららしいぜ。え？じゃあもしフラミンゴの餌がナメック星人なら緑色になるってこと？お前の中のフラミンゴどんな化け物なんだよ。
結構人目につくとこ飛んでるわね。コライドン君、意外と自己顕示欲強めな感じ。そんな伝説のポケモンやなんだけど。あれあれ、なんか雲行きが。墜落しちゃった。体調悪かったんじゃね。寝不足だったのかな。なんかおでこボツボツの鳥出てきた。ボツボツっていう表現やめようか。肌荒れみたいだから。寝不足だったのかな。寝不足のポケモンしかいねえのかここは。いや椅子の座り方浅い。いきなりどこに注目してんだ。さてと、では早速立ち上がっていきましょうか。お前これから一挙手一投足実況していくつもり？寝癖ついてますよ。くせ毛だからしゃあないな。じゃあ家の中を一通り見てみましょうか。まずはそうだな。ママが DIY で作った棚。もしかしてママ、ヒロミだったりする？そうだとしたらママじゃなくてパパだろ。無茶ありー。なんだ無茶ありーって。私もびちょぬめいって泣いてやろうか。意味わかんないしちょっと下ネタっぽいからやめろ。まあこれは家で飼ってるポケモンね。は、もしかして。お母さん。行き別れにでもなってたのか。いや普通に一緒に住んでるけど。なんなんだよ。あら、もう制服着てるんだ。これが制服か。今日が入学式なのかな。今日から新しい学校だもんね。ママもとっても楽しみ。でも行ってきますには、ちょっと気が早いみたい。気が早い？入学式延期だったりする？なんか学校でトラブったみたいだな。入学に必要な大切なものがまだ届かないらしいの。入学に必要な大切なもの。社交性とか？届けられるもんなら届けてほしいわ。お、届いたみたいね。社交性が？そんなわけないでしょ。何言ってんのマリサ。お前が言い始めたんだよ。まあ入学案内かなんかでしょ。担任の先生が届けに来てるんじゃない？ポケモンの世界だし、ポケモンが届けに来てるかもよ。ゴーリキーが引っ越し屋さんしてたりしたからな。ありえそう。ごめんください。え？この人は？あなたがステージ屋さんですね。入学案内が遅れてしまい申し訳ありません。おっと、自己紹介がまだでしたね。オレンジアカデミー校長、クラベルと申します。校長？校長自ら届けに来るとは。とまあ、なんやかんやあって学校に行く準備をしてくれとなったぜ。ちなみに縛り実況ではありますが、適宜カットや早送りをしていくつもりです。前編見たい方は生放送をご確認ください。宣伝の時だけ出てくるなこいつ。さあどうぞこちらへ。それではお言葉に甘えて。なんか不倫現場に居合わせた子供みたいになってない？そんなドロドロのポケモンあるわけねえだろ。ポケットモンスター、不倫、離婚。それ絶対どっちのパッケージも石田純一のやつ。リュックも背負って、帽子もかぶってと。いいとこの小学生って感じ。今作の主人公は何歳なんだろうな。これまで通りだと大体10歳くらいだけどね。さあ、出発だ。ポケモンたちよ、出てきてください。というわけで恒例の御三家選びだぜ。ついに来たわね。ここで初めてのポケモンがもらえる。つまり、最初の折り紙を作る場面ね。ここまで約10分、折り紙縛り全く関係なかったしな。角田俺みたいに言うのやめてもらっていいですか。一匹目はニャオハ。立つな、紹介が雑すぎる。二匹目はホゲータ。アップルの回し者。任天堂とアップルを敵に回すな。三匹目はクワッス。風間くんっぽい。わかるようなわからないような。皆さんとても人懐っこくて、私のそばを離れないんですよ。は？私も最近はこたつが人懐っこくて離れないんだが。どこを張り合ってんだ。あとこたつはお前が離れられてないだけだよ。おや？ふむ、校長よりもステジアさんが気になるようです。それよりも校長の一人称が校長なことが気になる。確かにちょっと気になったけども。洗濯を見守りたいですが、そろそろ次のお宅に向かわないと。何？校長決案の？なんで急に慣れ慣れしくなった？あちらの家にいますのでじっくり考えて。
決まったら伝えに来てください。わかりました、ホゲータにします。今すぐじっくりの意味ググってきて。っていうかホゲータにするの？マリサ、こういうのは一見かっこよくならなそうなやつが一番かっこよくなるのよ。つまりホゲータ一択ってわけ。かわいいし。結局かわいいだけじゃん。まあ考えてもしょうがないしな。せっかくだしこの子たちと一緒に歩いて様子を見てみ。はい、というわけで校長のところに来ました。お母さんまだ喋ってたけど大丈夫？ギスギスしてない？やばい、全員可愛く見えてきた。一択じゃなかったのかよ。決めました、この子をパートナーにします。お前はギャルゲーでもやっとけ。ステジアさんはまだポケモンを選んでないんですよ。いや、さっき言いましたけど向こうにも段取りってもんがあるから落ち着け。どの子が初めてのポケモンになるのでしょうね。これ一回顔合わせしてから選ばせるの結構残酷じゃない？もう全員欲しいよな。こんにちは、はじめましてだよね。はじめまして、オープニング以来ですね。どっちだよ。随分お早い到着ですね。はい、校長が出発してから3分後に分速60メートルで追いかけました。算数の問題みたいな追いかけ方すんな。先生、もしかして今日からアカデミーに転入されるステジアさんです。あ、転入生だったんだ。もう噂にもなってるっぽいな。やだなぁ、ただの転入生ですよ。別にいい噂かわかんねえけどな。やっぱりそうなんだ、向こうのお家のご近所さん。どんな子が引っ越してきたかすっごく気になってたんだ。私はでも、普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くしよう。でも私、こういう選択肢は、とりあえず家にする人間です。やっぱりお前社交性届けてもらった方がいいよ。にしてもいい子そうだな。ネモさんは我が校の生徒会長でチャンピオンランクの。生徒会長？チャンピオンランク？凄腕トレーナーなんですよ。ネモさん、結婚を前提にお付き合いしていただけませんか？鬼クズすぎるだろ。ポケモン勝負大好き。さ、早くやろう。ほら大好きって言ってくれてるじゃん。お前国語の成績全国最下位だったりした？同じクラスの仲間同士にゆっくりと、交流を深めてくださいね。同級生なんだ。ポケモン勝負やり放題。なんか引っ張ってくれるお姉さんって感じするわね。でも結構戦闘狂っぽいぞ。それではステジアさん。あなたがパートナーにしたいポケモンは決まりましたか？そりゃもちろん。炎タイプのホゲータ、熱い火花を散らして。どんな草でも焦がしちゃう。炎タイプのホゲータさんでよろしいですか？ホゲータ、君に決めた。喜んでるのかわいいな。というわけでウプ主。はい、ウプ主です。ホゲータにしたからあとはよろしく。OK 牧場。はい、ではここからはウプ主がちょっとだけ折り紙を解説していくよ。最初の作品、ホゲータは、ある程度折りやすい作品となっております。目安としては折り鶴よりちょっと難しいくらい。それ結構難しくね。市販の折り紙でも折れるサイズなので、折り方の動画も投稿する予定です。こんな早送りじゃ真似して折れないからな。今後の作品も折りやすいものは折り方の動画として投稿する予定なので、見ている皆さんもぜひ折ってみてください。ちなみに私のチャンネルにある全ての作品は、私、ハイパーステジアが設計したものとなっています。なので、動画を見て折った作品を SNS 上にアップする場合は、設計、ハイパーステジア、などのように実践を明記していただけると助かります。これは他の折り紙作家さんの間でも行われていることだから、マナーとして守ってほしいぜ。もちろんアップしていただければ速攻でいいねリツイートしに行きますので、ぜひ、追ってみてください。シャープステジアートというタグもあるから使ってみてくれよな。さて、そんな話をしてる間にそろそろ完成ですね。では、出来上がる様子をご覧ください。
折り紙もできたことだし、ニックネームもつけましょうか。最後まで主力になってくれるはずだからな。ニックネームも慎重に決めていこうぜ。え？普通にワニの子とかにしようと思ってたんだけど。お前はずっと金銀やっとけ。というわけで、名前は、ワニガミくん、に決定しました。炎ワニポケモンというところと、折り紙をかけてワニガミだな。これからよろしくね、ワニガミ。はい、よろしくっす。おわ、喋った。ちょっと二人だと寂しかったからね。旅のお供兼、実況で参加するっす。おう、よろしくなんだぜ。そうこうしてるうちになぜかネモさんもポケモンをもらうことになりました。いやなんで？なんか初心に帰りたいらしいわよ。ちなみに、ネモさんが選んだポケモンはニャオハネ。ネモさん、それ普通に猫飼いたいだけじゃね。っていうか、クワッスだけかわいそうじゃない？ホゲータ、同期なんだろ。なんか声かけてやれよ。クワッス。スプラフェス、1位おめでとう。それ多分慰めになってねえよ。さてと、ポケモンも決まったことだし、早速勝負しなくっちゃ。下のビーチで待ってるから、準備できたらすぐ来てね。はい、すぐ行きます。急に従順になりすぎだろ。女性からのお誘いを断るわけにはいかないからね。さっき思いっきり断ってただろうが。ポケモンとの絆を深めるためにも、ぜひお相手してみてください。オーケーオーケー、チャンピオンランクだかなんだか知らないけど、炎タイプに草タイプを選んだらどうなるか見せてやるわ。多分それで加減してもらってるだけだぞ。というわけで初バトルです。ホゲータ、頑張れよ。うっす、頑張るっす。さて、初バトルも終わったところで、ちょっと待って。え？ちょっと待って。言葉失っちゃってるじゃねえか。なんで僕の初バトルほぼ全カットなの？一番の見せ場でしょうが。だって猫を一方的に燃やしてるだけの映像とか炎上ものでしょ。該当部分はほぼ映ってたけどな。草。草が草に草生やすな。それはさておき、あとはお約束の図鑑をもらうくだりね。今作の図鑑はスマホアプリの一つみたい。ポケモン世界もハイテク化が進んでるんだな。そのうちポケモンバトルもアプリでできるようになるんじゃない？そうなったら画面の前の私たちとほぼ同じだろ。で、ネモさんに学校まで案内してもらうことになったわ。図鑑といえば、ステジアってまだ野生のポケモン、捕まえたことないよね。学校行く前に教えてあげる。私についてきて。なんか面倒見のいい女の子っていいな。でも将来絶対ブラック企業に勤めてると思う。こんな希望あふれるゲームでなんでそんな発想になる？はい、ついていったら小さじの小道というところに来ました。大さじの幹線道路とかもあるのでしょうか？しょうもないこと言ってねえで早くチュートリアル受けろ。ステジア、ここから小さじの小道。私たちの冒険が始まる道。お、なんか豚みたいなやつと、なんだあれ、モンハンで見たことあるぞ。町と違って道や草むらには、野生のポケモンがいるんだ。近づくと戦うことになるけど、ホゲータと一緒なら大丈夫だね。そしてポケモンを捕まえるのに使うのが、おなじみ、モンスターボールなの。いっぱい持ってるから分けてあげるね。おう、かたじけない。もしかして武士の方ですか？モンスターボール5個ももらったらパーティー揃っちゃうね。いいじゃねえか、いっぱい捕まえようぜ。今から僕の仲間が増えるんですか？嬉しいなぁ。いや無理ですけど。は？マガオコは、いや無理ですよ。だってさっきホゲータさん作ったばっかりじゃないですか。設計期間とかも含めると1週間に1個が限度ですよ。それで投稿ペースを考えると捕獲できるのは1パート1匹までですね。は？は？は？そんな圧かけられても無理なもんは無理ですよ。ていうか最後の人誰？視聴者だぜ。視聴者？視聴者って、実在するんだ。この話、やめようか。ウプ主は長年底辺 YouTuber やってるから疑心暗鬼になってるよ。ま、そういうわけで。どういうわけだよ。今回は野生ポケモンの捕獲はなしで頼みます。まあ、縛り実況だし、仕方ないわね。じゃあこの豚さんは倒させてもらうわ。せっかくの新ポケモンだったのにな。まあまあ、ジムバッジをゲットしたらどうせ捕まえることになりますから。そうと決まればストーリーを進めていくわよ。そんでもって次はあの灯台を目指そうということになりました。なんで灯台に？なんか学校が見えるから行こうって。遅刻しないといいな。そしてステジア一行は新ポケモンを尻目に灯台へ向かうのであった。大胆カットすぎるだろ。ステジア、ポケモンの捕獲は順調かね？はい、まあなんとなくぼちぼちうまくいったりいかなかったりでございます。うろたえすぎうろたえすぎ。まあ確かに一匹も捕まえてねえけども。こんなことがバレたら、あのお方になんて言い訳すれば。カットした道中に一体何があったんだよ。グラオー。ひ、ひー。え、何？これがあのお方ってやつ？いや、普
通にびっくりしただけだけど、紛らわしいな。ちなみにあのお方とかカットした道中に出てきてませんのでご安心ください。知らない鳴き声、強いポケモンいたりして、なんか急展開だな。ステジア、声の出所を探してみよ。この辺危ない洞窟もあるから、そこには行かないように。スマホロトムの安全機能があるけど崖には気をつけてね。わかりました、崖付近を探索しに行きます。話聞いてた？マリサ、こういうのは行くなと言われたところが目的地。お約束でしょ？なんか腹立つけどそれはそうだわ。というわけでこの辺かな？あれはもしかして、コライドン。なんか子犬に囲まれてるけど、もしかしてコライドン。犬派？違う、多分そういうことじゃない。なんか襲われてる雰囲気だぞ。おや？いや、子は。でも、最後の力を振り絞ってるって感じ。おいおい、なんか揺れてるぞ。ああ、あれだけ崖に行くなって言ったのに、どの口が言ってんだ。危なーい。ってスマホロトムすげー。さっき言ってた安全機能ってやつだな。お、デルビルが逃げていったわ。今平子いた？しょっぱな平国伝説のポケモンなんているわけねえだろ。多分腹の音だよ。っていうことはお腹減ってるのかな。何か食わせてやれよ。食べ物持ってたっけな。あ。というわけで元気のかけらをあげてみます。いや明らかにサンドイッチだったろ。やっぱ違うし。やだやだこれ霊夢のサンドイッチだもん。お昼ご飯だもん。幼児みたいなダダをこねるな。そんでスマホ渡そうとするな。いや最近はスマホ一つあれば何でもできるから。腹は満たせねえよ。ほら、コライドン、飯だぞ。うぅ、お昼ご飯が。お前はいい加減腹くくれ。腹はくくるより、満たしたい派。こんにちはゆっくり霊夢です。ちょっと黙っててもらっていいか？ほら警戒されてるわよ。やっぱ人間の食べ物は塩分が多すぎるんじゃない？この緊急事態に塩分を気にするやつはいねえよ。食べた。今、手ごと持っていかれたかと思った。そんな怖いゲームじゃねえからポケモン。おお、元気になった元気になった。いや早くないか？食べてから元気になるまでが。なんてったってタウリン 100mg 配合だからね。ママどんなお弁当作ってんだよ。あれ？コライドンどこ見てんの？洞窟が気になるのか？ダメダメ、ネモさんに洞窟には危ないから近づくなって言われてるんだから。その言いつけを守る奴は崖下に落ちたりしねえんだよ。ほら、こっち戻ってきなさいコラちゃん。ね、待て、ハウス。それは実家にいる犬の扱いなんよ。なんかしょぼくれてるところが年取った犬みたいに見えるんだよね。なんかコラちゃん気合い入れてるぞ。マリサもコラちゃん呼びしたらもう止める人いないよ。お、急に光り出したぞ。やばい、マリサ早く B ボタン押して。 B ボタン、多分進化じゃないしキャンセルしようとするな。これこれ、私がパッケージで見たポケモンはこれよ。さっきとは違って頼もしすぎる。あのままだったら景品表示法で訴えてたわ。さすがにそれは対応がシビアすぎるだろ。でも結局洞窟に行っちゃったぞ。いや、今のコラちゃん。いえ、コライドン様なら大丈夫でしょ。急にこびせつらうな。コライドン様は私もお供します。なんなんだこいつ。そんなわけで洞窟に入ってみたステジア一行。奥に進むと上の方にネモさんが見えたんだけど。しっかり上げてもらうにはもうちょっと近くに寄らないと出られないみたい。というわけでコライドン様に守ってもらいながら奥に進んでいくわよ。これは？さっきのデルビル？おまけにお友達いっぱいだぜ。ふん、雑魚がいくら集まろうと雑魚なんだよ。なので、コライドン様やっちゃってください。お前が相手するんじゃねえのかよ。さすが、コライドン様。強くてかっこよくて素敵です。よいしょしすぎてもうどっちがライドポケモンかわかんねえな。ステジア気をつけて、何か来てるよ。え、なになに？ N、K 来てる？さすがにここまでは集金来ねえよ。来ないよね？志村後ろ。まさか。デルビルのお母さん、お母さんかは知らんけども。これは完全にブチギレてるな。まあ子供をいじめられたらこうなるか。どうするよ、こうなったら。ほれた、あとは任せた。え、嘘ですよね。相手進化ボスよ。いけるいける、お前ならやれる、諦めんな。いやでもレベル40って見えるんですけど。ホゲータ、今までありがとう。楽しかったんだぜ。この人たち切り替えの速さ全日。
こうなったらお前らの道連れじゃあ。この野郎勝手にボールに戻った。おいこっち来んな。ちぃー、じゃあお先にどうぞ。食べられろってこと。いやだー、モンハンのアップデートスプラのシーズン2をやるまで死にたくなーい。うわー、ご、ご来場様だ。助かった。いや、まだ何か来るぞ。デルビルの群れ、一人10体ずつ倒せばいけるか。脳筋マルスやめろ。やばい、囲まれた。おいホゲータ早く出てきてくれ。いや一人10体は無理っすよ。もうやるしかないから早く出てきなさい。増援も来てるぞ早くしろ。いやだー、帰ってソニックフロンティアとベヨネッタ3やるんだー。さっきからあんたたちインドアすぎでしょ。で、コライドン様、こんな時に残された策がある。まさかっていうか喋れるの。それは一体どんな。我が家庭に伝わるとっておきの策だ。この構えは逃げるんだよー。うわー、やっぱりそうだった。すっごい身のこなし、危機一髪だったね。ほんとだよ、もう洞窟はコリゴリね。あら、コライドン様どうしたの。どうも灯台が気になるみたいだな。というか喋れるとは思わなかったぜ。そうだ、もともとあの灯台に用事が。コライドン様、あらら、戻っちまったな。確かにサンドイッチ1個分のエネルギーしかないはずだしね。大丈夫ですか、コライドン様。マリサもすっかり減り下ってるわね。何か食べたいものとかありますか。それにさっき灯台に用事って言ってましたけど、一体何の用事だったんですか。あれ、何も喋らないわね。もしかしてこの姿だと喋れないんじゃね。まさか。でも最初も喋らなかったし、そう考えると納得いくぜ。コライドン様聞こえますか。なんか喋ってください。喋らないとこれから先コラちゃんって呼びますよ。お前ほんといい性格してるな。はい、じゃあコラちゃん確定ね。確定しちゃった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヘルガー相手に謎のポケモンと息ぴったりじゃん。いや実はカクカクシカジカトラドラで。こっそりラノベを織り混ぜるな。え、この子に指示出してなかったの。まあうちのコラちゃんは賢いからね。まだステジアのポケモンになったわけじゃないんだ。確かにボールには入ってないもんな。逆に入ってもらっちゃ困りますよ。なんだウプ主、ボールに入ってたら捕まえたってことになりますからね。こんな策がコスト高そうなやつ作ってたら時間がいくらあっても足りませんよ。最終的に捕まえると思うからもう作っとけば。いやいや、新作ゲームの動画は鮮度が大事。そこまでやってたらブームに乗り遅れちゃいますよ。こいつなんでこんな薄汚いこと聞きとして話してるんだ。まあでもゲーム内でもまだ捕まえてないってなってるしね。そんなことよりネモさんの連絡先をゲットしたことの方が重要でしょ。縛りルールをほっぽって出会いを求めるな。大変な目にあったし、ちょっと休憩。そうね、今日は結構実況したしもうそろそろ終わりかな。灯台に登って一休みだ。じゃあパート1は灯台に行くまでだな。ほら、コラちゃんも一緒に行くわよ。もう完全に犬扱いじゃねえか。まあいっか。よし、行くぞコラちゃん。こいつら、足の小指骨折しねえかな。はい、灯台に着きました。で、何この人。なんかコラちゃんについて知ってるみたいなんだけど、一方的に話しかけられてよくわかんないのよね。確かに容量を得ないな。どうもオーリム博士という有名な人の息子さんらしいわ。ルビサファのハルカみたいなもんか。しかもコライドンの世話を任せられる方ですって、勝負を吹っかけられてます。というわけで、バトルですね。ホゲータ、いけるか？さっきのヘルガーみたいなのは勘弁してくださいよ。さすがに大丈夫でしょ。いや、まあわかってたけどね。強がらなくていいぞ。ステジア、ナイスファイト。ホゲータもね、もうネモさんとこのポケモンになろうかな。捕まえたばっかりのポケモンに勝ったくらいでねぎらわれると思うなよ。なんで追い打ちかけんだ。くそー、後で絶対見せ場作ってやるからな。よかった、逆境をバネに変えてくれるタイプだった。ちょっと待って、今話全然聞いてなかったんだけど、この人なんて言ってた。現在進行形で字幕が邪魔で見えねえよ。コラちゃんもついに正式加入か。よかったなコラちゃん。いやいや、待って待って、これって捕まえたことになるよね。そうだな。そうだね。え、じゃあ折り紙で作らないといけないよね。そうだな。そうだね。しかもこいつめっちゃ時間かかるよね絶対。そうだな。そうだね。なんで君たちはそんな和やかなの。
だって、私たちは関係ないから。こいつら、足の小指を出ればいいのに。じゃあ、あとは頼んだわね。よろしくな。いやだー。これから積みゲーのドラクエ10とニアオートマタやるんだー。一回積んじゃったら終わりだからもう諦めろ。うわー。はい、というわけでやっていきましょう。二つ目の作品はコライドンです。見ての通りスプレーと装した紙を使っていくよ。コライドン専用の紙ってことか？そうそう、折り上がったらコライドンのカラーリングになるように色を配置してあるよ。そういうこともできるんだな。ツートンカラーだったら表と裏の色を使ってカラーリングすることもできたけど、コライドンは少なくとも赤、青、白、黒の4色あったから早々に諦めたよ。ちなみに動画は写真のコマ取りだよ。なんでわざわざコマ取りにしてるんだ？これは80センチくらいの紙を使ってるからね。動画じゃ私が映り込んでうまく撮れないんだよ。それじゃそろそろ完成だね。